トーレのエクセルという、これは非常に、まあ、さっきのこの素材と同じなんですけども、日本から取り寄せて作っております。でこれは iPad 用のポーチになっておりまして、iPad をこうやって入れます。ここにこういうふうなフックがあるんですけども、このフックをこっちの角に入れてパッとかけると落ちない、で外すときはすぐ簡単に外れます。こういうの、こういうサイズにします。でこういう、ここに小さなポケットありますけど、これもマイクロファイバーのクロスですね。こういうのを拭いたり、ちょっと切り拭いたりして、そのまま使った後ですね、ここに収納するという形に、小さな、まあ、この細かい、ところも気を使って、